よりはちょっと増えてる。一応ね、100枚150枚ぐらい増えてる。さあここからまた何か期待できるんでしょうか。小田急線向こうが丘遊園北口から道なりにまっすぐ進めばもう到着です。じゃーん。店内には地域最大級のスロット240台以上設置、各種サービスも充実しています。お車バイクでお越しの方は駐車場をご利用いただけます。さあ、まもなく400でございます。ヘルで当てたいところ、当たればまだギリなんとかなるかもしれない。当たればね、まずヘルゾーンに入るかどうかが非常に重要なところというか、難しいところというか、越えなきゃいけない大きな壁ですけども、これで400、ペナルティは受けてないので裏モードが今オンになりました。どこのモードに行ったかは分かんないけど、リプレイ引いても鎖が出ないぞ。大丈夫か、もう終わってるんじゃないか。これはそれなりに引いているんだが、ほら、うわやばいねこれ。お、73連、いよいよ来るか、来たー。こんなところで踏みとどまりました。さあ伸ばしましょう。そりゃないわ、もう1ゲーム後に引けよ俺、せめて。もう一丁引いて乗せようか。じゃあ、あー何も起きない。ここでか、なんだこの履歴。まあとりあえずもう一回ジャッジメントを堪能できるということで、70ゲームで74連からの当たりです。おお、あるのか。いきますか。女神に消化してもらおうかな。じゃちょっとこの番組の女神様にちょっとやってくれないか聞いてみます。実際やってくれるかどうかは分かんないけど。嬉しそう。ちょっと嬉しそうなところをお願いがあるんだけど、俺のペルセポネ消化しない？いや、この番組の女神様に消化してもらおうと思って。ちょっと待って、でもさ、これで前が行かなかったらまたすげえ悪者になっちゃうよね。大丈夫大丈夫、女神じゃなくなっちゃうけど、ね、今見てたけど、この引きがあれば大丈夫。え、大丈夫。
200で、200で大丈夫よ。だからもうさ、こういう勝負ごと超苦手。とりあえずあの押し順ミスだけは気をつけて、はい。すげえか、お、来た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 、よーし、いいぞ、よし、いけ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 、まあでも、あ、終わった、ダメだ、あ、でもほら、おばみ来た、おばみ来た、ほら、よいしょーい、よいしょーい、ほら、もう200見えてるよ、怖い怖い怖い、大丈夫大丈夫大丈夫、そんな不安そうな顔してない、大丈夫、いけ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 、あとちょっと、あとちょっと、怒らないで、来た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 、あー惜しい、来た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 、ほらよっしゃ、よかった、よノルマ、ノルマクリア、よかったよかった、やったやった、はいはい、来た来た来た、あ、いた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 、もうちょっともうちょっと、あ、いた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 、よかったよかった、お願い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 、あー250、ありがとうございました、よかったです、不安そうな顔が良かった、いやもうなんか、こっちがドキドキした、下手なんだもんだってノルマはクリア、ノルマに上乗せしてくれたから、はい、よかったよかった、全然ですよ、でもこれを元手にプラスに持っていくから、頑張ってください、さっきから感じるね、このいっぱいついてる時に当ててないから、巻物も来た、やっぱたまには人に頼むもんすね、いやー、神様、仏様、工藤様とはこのことでございますよ、本当に250、今日の最高記録をやってくれました、僕がね、さっき出した250と一緒、いやー、ありがたい、基本的にね、ジャッジメントが一番面白いところじゃないですか、この台人に頼むことなんかほぼないんですけど、たまにはいいかもしれないね、こういうことがあるならば。 AT 中ね、やっぱドキドキする瞬間っつったら、押し順ナビが出てなくてウェイトが長くかかってる時か、フルエイトで打ってて、かつ押し順ナビが出てない時です。押し順ナビが切れた瞬間に
扉が閉まったり槍がぶっ刺さったり炎が出たりとか、まあ、いろいろ演出があるんだけど、そういうの全部ウェイトが切れた瞬間に起こるから、このウェイトが切れたらもしかしたら何か起こるんじゃないかっていうのを勝手に楽しむ遊びです。でそのウェイトの時間が長ければ長いほど、そのドキドキとドキドキ感ワクワク感が高まっていくから、なんか別に大体あのウェイト切れてもナビ出ないで左から押して上段にリプレイ揃うんだけど、だけどなんか勝手にワクワクして、この瞬間ほらねほらね、こういうのが起こるのよ。でこれが長ければ長いほどどうなるんだろうっていう勝手に妄想する、それがパチスロの楽しみ方ではないかと。パチスロというかハーですか、凱旋も似たようなもんなんですけど、ゴッドシリーズは全部そうなのかな。いやドキドキするね、ナビなしゲーム、本当何にもないことが9割以上なんだけど、その1割未満のものに対してドキドキするわけですね。後の世話なし、ここまでかな。280ゲームの894枚でございました。どうでしょうか、まあ、裏ストックはねないとは思いますが、いいモードから始まってるかもしれない。いや始まってないと思います、これは早いけど。愛さん、ま、粘るってああそういうことか、俺だけか、まあしゃあないね、朝一こけたからな、それ考えたらまあここから投資がマイナスが減ってるだけでもいいかな。北海道くん、化け物だったらよかったのに。化け物じゃ反応しなかったね。2回目、無事まくれました。すべてエンディングでお話します。お疲れ様です。ここに来てまだ打つの、俺もういいんじゃねえのって思うけど、捨てらんないよね。これ捨てるんだったら何のために打ってるのかよくわかんねえもんな。上がるね、なんだかよくわかんないけど、でもこっから先行かねえんだよな、なかなか。まさかの飲まれやめだったりして、
なくはないよね。もういいだろう。いやー、いろいろありましたけども、まあ楽しかったです、一言で言えば。はい、私の実践はこれにて終了でございます。終わりました。終わりましたね。終わりましたね。終わりましたよ。なんか楽しそうでしたね、あなた。いや、もう楽しかったです楽しかったです。途中まで振り返れば見える位置だったから、まあお互いね、私も見てましたよ、ちょこちょこ見てたんだけど、上からだし、大枠とかナンバーランプ光ってないから、うわやべえなって思ってたんだけど、俺と一緒ね。すごいやばかったです。結果です。はい、結果、僕2050枚使って296枚なんで。ちょっと待って、嘘でしょ。嘘でしょ。何、待って、私250ゲーム乗っけた。セコンデで250ゲーム乗っけた。純増1枚なんですか純増1枚かもしれませんねいや、だってだいぶ回しちゃったんですよ。なんか、なんかありそうだ、なんかありそうだって言って、だどうせ今やめてもマイナスだから。そうなんだ。言ってたら、なんかやめるにやめれない状況が続いて。うそー。で私はコース結構いたんですよ。1450枚投資が、で回収が2651枚。そんな出たの。出ました、一撃でツルンとツルンとそういう効果音的なので、出玉を表現する人あんまいないよね。なんていうの、この点じゃねえんだからつるって出てこねえだろ。いや、ほんとつるんって出たんですよ。でもまあ僕結局負けちゃいましたけど、はい、今日楽しかったんですよ、いろいろあって。そうなの、何が楽しかったの。いや、なんか楽しい演出のその流れがあったりとか、なんて言ってもこのね、番組の女神様に人に、俺ジャッジメント人に頼むなんて多分やったことないんだ。そうなんだ、私結構頼まれるんですよ。いや、もうね、一回もだってあそこは楽しいとこじゃん、うん、あそこ人に打たせちゃったら、確かに確かに、何のために通常時のあの地獄のような展開をね耐えてんだっていう話だから。私自分のベルセポネちゃんはあんな揃わないんですけど、よかったです。よかったよね、マリモさん、あのだけ揃えられて。素敵でした。よかったです。あれが見れたらね、まあ今回はしょうがない、しょうがない、マジで受け入れます。今日優しいな、罰ゲーム。やさぐれてない負けたけど、ね、結構いつも激しめの飛んでくるからさ、負けてると負けた時、そう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 、太い方で書きゃいい。なぜに細い方で、映画鑑賞券で。おお、そう。ここがディオールの実用的な。私は毎日使いますから、グロス。こっちが映画の鑑賞券。ちょうどね、進撃の巨人見たかな。おお、そうか。そう。今回だけ商品券。うん。腹筋がなくなりました。はい。さあ、何に刺さるのか。そうだね。前のダーツ。楽しみに。はい。次回予告みたいになっちゃったね。本当はシャンプーとトリートメントがいいんだけど、そこを狙うと多分イヤホンに刺さっちゃうかもしれない。 おー、やったじゃん。やった、ディオールのグロス、おめでとうございます。一発で刺さりました。今日はすごいね。今日はすごい、今日はちゃんと刺さった全部。おー、やる女だね。なんなの今日、なんかあるんですか、なんかあったんですか、なんかあったんですか。やめてもらっていいですか。コスプレって何やんだ。チアリーダーです。やだよもう、あれは。私チア持ってますよ。いらねえよ。 S サイズなんで多分入んないと思います。じゃあスペシャルドリンクにします。あー怖い、あー怖いよし、あ、狙い通り。これだったらまだいいや。何なんだろう、スペシャルドリンク。はい、はい、お願いします。ちょっとテンション下がるよね、やっぱ ね、 ど ん、 なこれはね、どんな美味しい体にいいドリンクかな。イソジンじゃないのこれ。え、なんか辛そう。と、あ、わかった、デスソース。え、デスソースにコーラ。デスソースってあれもう賞味期限的なら大丈夫なんですか。絶対あるよ。あ、すげえ、なんか酸っぱい。嗅ぐ、嗅いでみる。嫌です。ちょっと嗅いでみる。あ、っていう感じ。なんか鼻に痛いよね、鼻がね。刺激臭がやばい。お盆中ですからね今。
そうですね、行っちゃうかもしれないよ。おばあちゃんとかで近くに来てるからそう、ついでに行きます。無理はなさらずに、はい、全部飲みましょう。うわやだなすごいねこれ、臭いんだよやばそう、美味しくない。意外といける意外といける、はい、あ、そうなんです。番組のお知らせがあるんですけれども、サードシーズンが始まったということなんですが、ここであの番組特製ステッカーを作ろうという話になったんですけども、皆さんからの意見もお伺いしたいということで、公募いたします。なので番組宛にたくさんこういうものがいいとか、絵でも写真でもまあ何でもいいので、とりあえずたくさん意見をいただけたらなと思います。皆さんで素敵なステッカーを作りましょうということで、マリモマイダーズの旅サードシーズンもよろしくお願いいたします。ちゃんと口に出してくださいね。よろしくお願いします。お願いします。ひどいこれ飲めない、まずい、嫌です嫌です嫌です。ようこそ僕らの街へ、まっすぐな感情を伝えたい。あなたにいつまでも笑顔でいていただけますように、人と人の触れ合いを大切に。なんとですね、14回目でちょっと中途半端なんですけど、今回からなんとですね変わるんです。あれがあれが、あ、びっくりした。お、悟った悟ったよ、初めて悟った。いやー、7割ぐらい意識が飛んでました。